よろししくお願いいたします災害ケースマネジメントが被災者個々の課題ごとに対応するように、支え合いセンターの取り組みも被災地の背景、被害の状況によって当然違ってきます。本日は持ち時間が限られていますので、今申した部分は口頭報告では割愛し、皆さんのお手元にお渡ししております資料のみでの提供とさせていただきます。では、3枚めくってください。 えー、支え合いセンターは、ノうなったばってん、何んまらんたい。という一言のために、令和2年11月1日から2年5ヶ月動いてきました。支え合いセンターとして知り得る限りの課題を適切な専門機関にしっかりとつないで、支え合いセンター閉所時に誰も何も困らない状態にしたい。そう言って、 そうできるように被災者にじっくりゆっくり向き合う。でも、スピード解決も必要な活動の開始です。支援の対象は、支え合いセンター開所時には理災証明書を発行されていた2500世帯。ですが、私たちはこの時に理災証明の未申請の方々をまず見つけようというのもありました。その理災証明っていうのが何かを ご存じない方。知ってるけど自分は該当しない。クエンカさん頼んだっちゃ何な,ならん、ね。そんなことの申請自体したくない。市役所に行きたくもない。それから自分はしたいんだけど足がないとか字が読めない、書けないでできない方々をずっと一緒にじゃあやりましょうかとかね、お話をしながら最終的に私たちは2847世帯5797名の方と向き合っていきました。 支え合いセンターにしろ、支援員にしろ、私たちは張り切ってますが、市民への認知度はほぼゼロです。また今回の大沼の水害は、実は人災と避難する声も大きく、さらにコロナ禍ということもあり、いかにして被災者をはじめ地域の皆さんにスムーズに訪問を受け入れていただくかが大きな課題でした。こんな時に頼りになるのは地域の力です。 普段から地域住民と密接な関わりを持っていらっしゃる民生委員をはじめてする方々に補助員としての業務をお願いしました。この写真が大牟田の補助員オールスターズ平均年齢71歳です。補助員にかかわらず一般の民生委員の方々にも情報の提供、訪問の付き添いなどの関わりをお願いしました。おかげでどこに行っても ああ、ありがとね。と、訪問を受け入れていただくことができました。そして、翌年度、被害の甚大だった地域の一巡目の訪問が終わったとき、まずは一件ずつお会いすることが大体できた頃からは、この補助員の構成を地域の皆さんから社協職員へと徐々にシフトしていきました。 スムーズな訪問活動を行うために考えたこの補助員の仕組みではありましたが、実はもう一つの目的を持っていたんです。何から手をつければいいのかさえわからない理災証明。次々と出てくるけど意味が全くわからない支援策の数々。想像もしなかった被災による課題。こういう被災後のあれこれに、補助員をはじめとする地域の方々や、複数の社協職員が 私たち支援員と一緒に活動していただくことで、この次元付きの支え合いセンターの閉所後、そしてさらに長い目で見れば、起きて欲しくはないけども、次の発災時に、あ、災害ね、任せて、と言える地域の人、社協職員という人材育成の機会として、この補助員制度を私は捉えていました。これが大沼田の体制図です。 支え合いセンター立ち上げ初年度は、えー、この青い部分ですね。支援員と補助員で在宅避難者を担当いたしました。前半の資料にもつけているんですが、大阪の、大牟田の避難者は大半が在宅避難です。94%。ので、市役所内に臨時で構成された部署。 これで言うと緑色の部分なんですが、みなし仮設住宅はその特別の部署で見ていただきました。そして2年後からはこの方々も含めて全ての被災者に支え合いセンターが対応していきました。初年度は社協を本部として被害が甚大だった地域にサテライトを設けました。資料の中では具体的に港航空と書いています。それでは、 活動の流れを1、2、3と順番に準備の部分から説明していきます。まず最初にアセスメントシートの作成です。熊本や愛媛からいただいたアドバイスをもとに大田独自で自分たちで作りました。市から共有いただいた被災者台帳の限られた情報の中から必要部分を抽出し、そこに民生委員さんなどにいただいた情報を追記。そして支援策への 申請や、理災証明自体の申請が、の漏れがないように、訪問先できちんと説明ができるための資料も準備していきます。次に、大田中に点在する被災宅、2000件分の地図の準備。そして、理災申請が出たのかどうか、私たちのコンタクトはどこまで進んだのかを一目で把握するための、貼り出し用の地図を準備します。 コンタクトの状況に合わせて赤、黄、青に塗り分けられた小学校区ごとの地図で支え合いセンターの壁は全て埋め尽くされました。準備ができたら、いよいよ被災された方々と向き合っていきます。立場なしでの何気ない話題から、あの日の辛かったこと、家屋の損壊状況から今後の見通し、 私たちが訪問から持ち帰るのは目に見えるものと目には見えないこと。お電話で聞き取るのは言葉になった課題とその雰囲気で伝わってくる課題。支え合いセンターの仕事は福祉や災害支援のスキルもさることながら人としての心根が何より大切だと実感しました。コンタクトの取れた方にはお伺いした情報を必要に応じて 関係機関と共有する許可をその場でいただきました。私たちが記載したアセスメントシートを確認いただき、そこに了解のサインをいただいて帰ります。日々の活動の後は報告会。支援員ごとにその日の状況を報告し、全支援員でそれらを精査します。初回で完了して良いのか、支援の継続が必要か。 まずは見守りでいいのか、すぐに専門機関へのつなぎが必要なのか。これは専門スキルを持った支援員がリードしていきます。そして、支え合いセンター、大牟田市、社協の担当下で情報共有会議を定期的に行いました。ここで行うのは活動状況の共有。日々の報告会で共有が必要とされた案件の報告。 再度のアセスメント、そして私たちにはなかなか難しい制度の確認を行っていきました。でこの会議にはですね、実は、県社協にも入っていただいたんです。県社協、大牟田市は保健福祉課、建築住宅課、そして災害の防災対策課などといつもコンタクトを取りながら一緒に動いていきました。 共有会議において重要な課題が特定されると、その課題に応じて各種の専門機関を交えてのケース会議を開き、適切な支援先へのつなぎを行いました。つないだ後のフォローを経て、支え合いセンターとしては支援を集結します。集結しても行かなくなるわけではなくて、近所まで来たからちょっと寄ってみたよとか、洗濯物が干してあったんで、まあ。 ついでに寄ったんだよというようなことを言いながら最後まで寄り添っていくつもりでいます。訪問はその日に回る地域を決めて各家庭にはアポなしで出かけましたし訪問時間の基本は平日昼間ですのでお家に行けば必ずお会,いできるでお会いできるわけではありません。それで訪問のために 手書きのメッセージを添えたご不在連絡票を置いてきましたが、これが大変好意的に受け止めてもらえたようで、夜間の訪問をしても、こんな遅くにと怒られることはなく、あ、つくい君来てくれたのねありがとうみたいな言い方で私たちが置いていった不在連絡票がもう一 いっぱい冷蔵庫とかにも貼ってあるんです。そうやって夜の訪問をした50件近いところでは全てあた高く迎えていただきまして、正直これは予想外でした。コンタクトの大前提は対面。でもできなければ次に電話、そしてダメだったら手紙とアプローチ方法を変えながら平日、土日、昼、夜と時間帯を変え拒否されても 次のタイミングを見ては出直してみたりと試行錯誤のアプローチを繰り返していきました。アウトリーチの経過です。調査や課題解決のための訪問をここには書いていますが、それとは別に豪雨や台風の前後にはフラッシュバックによる不安なお気持ちに寄り添うための訪問や加点も行っていきました。これらの活動を行う支援員と補助員。 一人一人が良さを認め合い、苦手な部分を教え合いながらのもう日々の活動が研修そのものでした。とは言っても、やはり外部講師による専門的な研修は必要です。いつ、どんな内容の研修をどなたにしていただくのか。借金の設定はどれくらいだろう。これもゼロから私たち独自で考え、講師には3年間継続での依頼をしました。 同じ講師による研修ですので、活動の軸がぶれない。講師と参加者が親しくなるので、本音の質問、相談ができる。師も社協も県社協も同じ研修を受けるので、方針がずれない。本当に良いことずくめでした。支援員の個々のスキルに応じた研修も一斉研修以外には必要です。 それぞれのできないこと、わからないことを隠さず、我慢せずに言い出せる職場の環境づくりと、それぞれの要望に応えられる研修の機会や書籍等の紹介は丁寧に行いました。支援員のためでもあり、被災者のためでもある研修です。支援員のメンタルケアも研修と同じく大切にしました。日々の職場が安心安全であること、これが土台ですが、 職員の入れ替わりも多かったので、常に安定した状態を保つのは正直苦労しました。ですので、外部講師による講座には、統括の立場にある私自身も助けられました。避難者のメンタルについては、孤立感、見捨てられ感を防ぐため、あえて多くの方に関わっていただきました。学童保育所の児童による手書きの年賀状には、毎年たく たくさんのお返事が届きましたし、建具の修理もあえてボランティアさんに依頼しました。作業中のおしゃべりが大切なケアの時間となります。これまでも大きな災害が起こるたびにリフレーミングの大切さが言われていましたが、被災者へのインタビューに取り組むことで、その重要性を痛感しました。思いを言葉にしたことで、一区切りついたと背伸びしながらおっしゃった方、 他の方の文章を読んで、ああ、今でも辛いとは私だけじゃなかったいね。と、ちょっと笑顔になられた方。インタビューはごく限られた方を対象としましたが、どなたもこの機会をプラスに受け止めてくださいました。そして、今回被災しなかった多くの市民にとっては、この記録が災害を自分ごととして捉える貴重なものとなるでしょう。これまで関わり続けた支援員だからこそ聞き取れた飾らない記憶の記録です。 支え合いセンター解設から1年後には多くの方にご協力をいただき、住まい生活再建無料相談会を開催しました。アンケートを見ると支援員からの声掛けによる参加が毎回一番多かったです。相談は予約を優先、そのご相談を受けるために事前に協力者では3回の打ち合わせを実施し、当日の担当者を決め、 そしてその担当者も複数の団体の方が手を挙げて、いや、俺たち協力して、共同で対応していくよというお声もたくさんいただきました。相談会には8つもの専門団体の皆さんが快くご協力くださいました。平時から顔の見えるお付き合いをしておくことで、手伝うよ、俺たちも行くよというつながりです。大切さを痛感しています。 コロナ禍での支え合いセンター開設だったため、センター活動の大きな柱である地域支援は対面活動としての実施をすることがなかなかできませんでしたが、それでも地道に続けていた地域リーダーとの度重なる打ち合わせのおかげで、コロナ感染が少し落ち着いた時には、新規のサロンを複数立ち上げました。また、活動が停滞していた既存のサロンの再開をサポート。 被災による天気を余儀なくされた方と地元の方々との融合の場としてこのサロンを活用といたしました。避難者がその場に溶け込めるまでは行き帰りの同伴活動中の付き添いを行い徐々に活動を地域にバトンタッチしていきました。 すべてが手探りの日々でしたが、発災から3年が過ぎ、みなし仮設住宅入居の全世帯が新しい住まいに移られ、令和5年3月末日で大牟田市地域支え合いセンターは閉所しました。今日は駆け足で説明しましたので、説明してないことの方がたくさんありますし、本当はぜひ喋りたかった裏話もありますが、ここではできませんでしたので、もし私どもでもお役に立つようなことがあれば、いつでもご連絡いただけたら、資料の、あの、 提供することもできますご静聴ありがとうございました